はい、今回はホンダのホーネットを紹介します。さて今回の試乗車ですが、ちょこちょこ改造されています。まあ、初めにカスタムからお話しいたしましょう。まずマフラーですけど、酸性レーシングが装着されています。まあスリップオンなんでノーマルの雰囲気を崩さず仕上げられています。そしてこの前の方に回ると、はい、ドーン、ヘッドライトはだいぶアブノーマルですね。まあ、N プロジェクトのブラスターとかが定番ですが、ホーネットで四角かつイエローレンズはかなりのハイセンスです。これは後ほどオーナーさんに詳しく聞いてみましょう。そしてこちらはご覧の通りエンジンがシルバーの初期型なんですけど、まあ、後年の青外装のものと06年モデルかな、ゴールドのホイールに入れ替えられていると思われます。はい、そんなわけでホーネットは90年代に登場した250年キットにおいてのレボリューション的存在です。発売は96年2月20日、まあ、こち亀でいうとだいたい97巻あたりです。まあ、400に負けず劣らず250年キットも激戦区で、以前紹介したバリオスが他社に一馬身くらいの差をつけて独走状態でしたが、ホーネットが登場したことで均衡状態に持ち込まれました。デビューの年は5年ほどずれますけど、まあ、ライバルとして挙げられるのがこの両者ですね。ホーネットはスズメバチの意味らしくて、ミツバチマーヤとは違い非常に攻撃的な名前です。バリオスの勢いに水を差したって感じですね。ではどのあたりがレボリューションなのか、それは足回りが半分以上を占めます。このリアタイヤを見てください。グラマラス、ゴム太ですよ。180サイズのラジアルタイヤを履いていました。リッタークラス並みの太さで250としては異例の太さです。ミドルクラスでも180サイズは TW やバンバン200が装着していましたけど、ジャンルが異なるロードバイクなんでこれらとは訳が違います。400だと以前紹介した GSR400 も180サイズタイヤを組んでいましたね。まあ、ホーネットのスタイリング追求の原点がこのワイドタイヤの採用ありきで、そしてこれがもたらす、まあ、ライディングパフォーマンスを引き出すっていうのが大前提にあり、ボディと合わせてコンシャスなニューバランスデザインという、まあ分かるようでちょっと分からないコンセプトを目指していった形となっています。僕は VMAX が大好きで、まあ、発売当時のことは全く知らないんですけど、まあ、太いリアタイヤもインパクトがあったみたいですね。今では150サイズは当たり前、むしろ細い部類に入るんですけど、それまでは130、140だったんで、まあ、そんな感じの驚きだったのかなと思います。分かりやすく言うなら、ラスボスだと思っていたバラモスを倒した後にゾーマが出てきた感じの衝撃ですね。まあ、このホーネットは当時写真を見ても実写を見てもやっぱりちょっと思ったるそうだし、曲がらないんじゃないかなっていう気がしていました。そんでフロントはというと130サイズという、まあ、ちょい太め程度なんですが、問題はインチ径、後ろを17インチに足して前が16インチとなっています。250マルチの、まあ、軽快さを持たせつつ、これと相反する重厚で安定感のある、まあ、手応えのあるハンドリングを実現するために取った手法の一つなんですけど、前が小径という設計は、まあ、コーナーで切れ込むというか独特の乗り味があるっていうのもあるし、何よりも、まあ、タイヤの選択肢のなさ、そして価格にも影響することが大きくて、前側を17インチ化しちゃうケースも多いですね。まあ、その際は CB400 スーパーファーの足回りをごっそり移植して、ついでにダブルディスクも一気に叶えちゃうやり方か、 CB1 とか NC23 のホイールを使ったりっていうのが定番ですかね。なおフロントを台形化した場合ですが、速度はドライブスプロケから拾ってますので、タイヤの外見が変わってもさほど影響はありません。逆にスプロケを変えた場合はメーター表記に誤差が生じるかと思います。ちなみに純正のタイヤサイズやインチ径は CBR900RR、まあ、ファイヤーブレードや NR750 なんかと同じです。ワイドタイヤの利点を生かすため、整列フロントフォークはやや太めのファイ41インナーとし、リアショックはレーシーなモノサスをセット。リアの減衰は厚側を緩やかに、伸び側を速くすることで追従性を高め、スポーティーかつオールラウンドな特性に仕上げられているようです。ブレーキはシングルでファイ 296mm ディスクと4ポットキャリパーで、リアが 220mm ディスクと1ポットキャリパーの組み合わせです。まあ、これらディスクはいろんな車種と共通ですね。はい、このボリューム満点の足回りとは対照的に軽快なイメージの上半身、それを決定づけているのはこのマフラーでしょう。純正でアップタイプというのは、まあ、当時としてはなかなかにセンセーショナルでしたし、ワイドなリア周りをアピールするのにも一役買っています。このマフラーは膨張室を2室構造とし、干潮を最適化することで高回転域での官能的なサウンドを追求、まあ、これにライダーにより近いアップ形状というのも合わさって、よりエキサイティングなサウンドが楽しめるように設計されています。はい、どうも、今回オーナーさんのユウさんに来ていただきました。お願いします。お願いします。お若いですよね。今年で23になります。あ、若い。若さってなんだ。振り向かないことさ。なんでまたホーネットを？2班の4気筒に乗りたくて、うん、はい、かつね気筒
ていう形で、まあ、候補に上がったのがやっぱバーリオスだったりバンディットだったり、うん、一番ビビッときたのがホーネットだったっていう、はい、どの辺がビビッときたんですか。まあ、やっぱタンクの形だったり、まあ、あとはカムギアの音が結構個人的には好きで、外装も注目ですね。このヌメッとした流麗なタンクは上から見ると大きく見えますが、手前や下側がシェイプされていて、ニーグリップのフィット感も上々です。容量も16リットルと必要十分ですね。このタンクの雰囲気と一体感を持たせたリアセクションもスタイリッシュですね。標準でグラブバーが備えられているのもタンデムしやすいです。太いタイヤが強調できるリアビューも良いですが、個人的にはこのサイドビューがねすごくまとまっているように感じます。タンク形状もそうなんですけど、シートの幅が抑えられていて足が下ろしやすくなっているのも特徴です。これはフレームのヘッドパイプからスイングアームピボットまで、まあ、要するにシートレールを1本にすることでシート形状がなんかいい感じに仕上げられてるんですね。ホーナーさんホーネットのこのラバーキーホルダーつけてますね。可愛いですね。これシートの取り外しはこの後ろにあるキーシリンダーに鍵を挿して回すとこのように取れますね。でシート下スペースはこんな感じです。先ほど申し上げたようにゴム太のシートレールが横切ってますけど、まあ、リアセクションにはちょっとした荷物や夢が詰め込めそうです。容量は 3.1 リットルで、まあ、工具や ETC、ウエスなんかは入れておけそうです。タンク大きいですね、やっぱね、ホーネット。はい、まあ、ただちょっと懸念点としては、立ちゴケでもしてしまうと、引っ張ってここのタンクがへこんでしまう。なるほど。はい、ことがありますね。確実にここがやられる。行ってしまいますね。ペコッと。はい。実燃費大体 20とかってした時に、うん、まあ、300キロぐらい走る予定なんですけど、リザーブがかなり容量大きめに取られてて、うん、150キロから200キロの間で止まります。あれもないのみたいな。もうないのってなってガス入れたらめっちゃあるみたいな。めっちゃマージン取られてますね。タンクこれ外せば分かるんですけど、ここにそれが溜まるんで、はい、こっちにコンクがあると右の分がこっちに行かないで演奏するんですよ。ここに溜まっちゃうんですね。溜まっちゃうんですよ。大体150で演奏するときはこうやって傾けてガソリンをこっちにしてやると復活するんですよ。次はエンジン。中身は全身のジェイドから引き継いだもので、大元をたどれば86年発売の CBR250Y 由来のパワーユニットですね。なのでカムギアトレーンも健在です。ジェイドと違うのは吸気ポートを FI27mm から FI24.5mm に絞って、かつバルブタイミングを早め、さらに液排の13と24を連結したりして低中速域を強化しています。まあ、どの速度域からでも結構早い段階でトルクが感じられるセッティングになっているようです。基本的なとこはこんな感じでして、あとは角度を見ながら年式での違いなんかを見ていきましょう。で後半にザザッと説明しますが、年次改良で重要なポイントを先にお伝えします。まず大きな仕様変更は99年12月の世紀末に訪れます。排ガス規制に対応させてるんですが、ついでに液排なんかも見直されて低中回転域を強化しているようです。まあ、スペックでの馬力は40のままですけど、最高出力の発生回転数が13000から14000に原平さんに1000点引き上げられました。あと車重が2キロ重くなりましたね。またキャブレーターも変更されて VP03 から VP05 になりました。まあ、大まかな違いはスロットルセンサーの有無ですかね。ガスケットなどは違います。ボディ自体はジェイドや CBR250RR の後期なんかと同じですかね。あとは水温計と燃料計について、まあ、99年式まではここに水温計があって、で2000年以降ではそれの代わりに燃料計を採用しています。これを境に車体左側にあるリザーブコックもなくなっていますね。次は2003年、シート形状やサスセッティングを見直してシート高が15ミリ低くなっています。それまでもシート高はさほど高くないし足つきは良かったんですが、よりフレンドリーになりました。でそれに伴って軸間距離や最低地上高なんかも少し変化していますね。その次は2005年でヘッドライトがマルチリフレクター仕様にアップデートされます。大まかな変更はこんなところで、あとは主にカラーやデザインの違いになりますね。まず初期型の5色のうち赤、黒、シルバーはエンジンとホイールが銀色で、メーターカバーがメッキではなく黒です。そしてメーターパネルは99年くらいまでがこのように白で、2000年から2004年くらいがカーボン柄で、2005年以降が黒となっています。ホイールは年式やカラーによって違くて、まあ、銀、黒、赤、金、あとはデラックスのストライプ付きとかもありますね。でブレーキやリバーも金だったり黒だったりまちまちです。というか外装とホイールについては2000年以降でカラーオーダープランも設定されていたんで、カラバリは多数出回っているかと思われます。タンクエンブレムは2003年を境に、まあ、ホーネットの社名からウィングマークに変更で、シートカバーやサイドカバーのロゴの有無とかも年式でまちまちです。でついでにこの年式から角型ミラーになりました。
他に細かいところでは98年から2000年までがステップガードが赤かったり、リアサスのスプリングが03年と04年式だけ赤ではなくイエローだったりしています。ここヘッドライト、これなんでまたこの四角にしたんですか？他のホーネットと差別化をするために、丸ではなく角目の方が目立つんじゃないかなっていう。とは言ってもじゃないですか。これは何かの純正流用とかって感じなんですか？ではなく、ワンザンベームというところの、角目の。しかもイエローレンズなんですね。そうですね。イエローレンズにしたのは、マーシャルのヘッドライトがありまして、あー、かっこいいですね。はい。それにしようと思ったんですけど、やっぱりちょっと金銭的に厳しいのと、明るさっていうのはどうなんですか？いや、もうバリバリ明るいですね。やっぱりハロゲンではないので。 LED なんですね。そうですね。ヘッドライトもそうなんですけどね、こっちこれ、この逆スラントでこんな綺麗に、もともとなってたので、前のオーナーさんがおそらくやったっていうふうに聞いて、これ綺麗に埋まってますね、はい、個人的には結構気に入ってるポイントになりますね。フェンダーレス、アクティブのフェンダーレス、これも前のオーナーが、で貼り付けウインカーを縦にしてセットしてるって感じ で、はい、これは結構決まってますね。このテールの下見てください、薄暗くなってくるとね、分かるんですけど、 LED テープ貼ってエロいっすね。ホーネットのシート高は760mm です。身長179cm の私でもこのようにスパッと両足が着地します。なお2003年式以降はシート高が 745mm となっています。でシートはやや固めというか薄い気がしますね。思ったよりも足つきがいいですね。このストンとね、下ろしやすい感じです。でタンクを挟み込むのもすごくやりやすくて、体に張り付く感じ、荷重移動もすんなりできそうです。ハンドル幅はそこそこ広いんですけど、やや低めって感じですかね。このステップ一瞬間から足は角度がつく感じですかね。人によっては結構窮屈に感じるかもしれません。全体的に角張った感じがしなくてソフトな印象です。おお、それなりに高回転のエンジンなんですけど、下がだいぶ粘ってくれる感じですね。どの回転域でもね、ちゃんとトルクが残ってるっていうか、250マルチでしかもスリップも変わってるから、スカスカかなーなんて思ってたら全然そんなことなくて、街中ふんふん走るのもすごい楽ですね。ストレスないです。カムチェーンの音もいいですね。以前紹介したね、あの V4 の VFR とはまた違ったインライン4ならではので、マフラーのね、この音も合わさってこう気持ちが高ぶる感じです。ああ伸びてくな、中高速域から。やっぱり高回転型のエンジンっていうところもあってね、6000手前ぐらいからへーって軽快にね、足が回ってる感じがもうありありで、太いタイヤも何のそのって感じですね。リアのつながりもね、めちゃくちゃいいんですけど、ちょっとね、クロス気味なんで世話しない時がありますかね。フロントスプロケをね、14から15ぐらいに1個上げちゃってもいいかもですね。あの発進加速時でも違和感ないかなと思いますし、あの幅広い回転域が使えそうだし、まあ逆に回転を抑えて燃費走行というかね、走れそうな、まあそれがいいのか悪いのかわからないですけど。ホーンを押してしまいました。恥ずかしい。回り道はね、ちょっと癖があるようなないような、まあフロントが小径っていうのもあるし、フロントタイヤをねしっかり潰してメリハリをつけて旋回するって感じですかね。あとワイドなタイヤのおかげもあって、しっとりとねコーナリングしていきますね。ただ着座位置の兼ね合い、まあハンドル位置との兼ね合いもあってか、ちょっとね前の方に座りすぎるとアンダー気味になっちゃうんで、意識的にね後ろ側に座った方がいいかもしれませんね。人によってはね、あの慣れも必要なんでしょうけど、タイヤが太いってのもあってね、個人的にはすごくね安心感があります。で直進の安定感も太いというだけでなんか頼もしいですし、5000回転キープとかでもすごいね軽快ですね。あ、変な山道に来ちゃった。峠道っていう峠道でもないんですけど、ちょっと荒れ地でもやっぱり太いタイヤがあると安心感がありますね。上り道のね、こうくねくね道でも全然ね、あのトルクが落ち込むような感じもしなくて、どこだこれ、よいしょ、でこう小回り効かせやすいっていうのもありますね。でこう道、狭い道もね、ひゅいって、ハンドル位置はね若干下位置なんですけど、切れ角がねないとかってわけじゃないんで、タンクすごいボリュームありますよね。これがこう蜂のお尻をイメージした感じなのかな。すごくねブラジル人の女性のお尻みたいな感じで、こういい感じですね。1時間ちょっと乗り回してるんですけれども、若干お尻がむにょむにょしてきましたね。シートの形はやっぱりいいんですけど、ちょっと薄いのかな、クッションの問題なのかな。まあそれまでのジェイドは全体的に平均だったと思いますし、いいバイクなんですけどね、ちょっと鼻がなかった感じですかね。
今でこそねやんちゃなバイクの仲間入りを果たして人気ありますけど、まあ、チューニングというよりはねカスタムしてなんぼっていうスタンスな気がしますね。なので全体的にそれをねほんと底上げしたような感じ。まあホーネットもね力を入れて開発されてるし例に漏れずね優秀なんですけど、スーパーノとはまた違ったねこう弾けた優等生って感じがしますね。遠出もするんですか？片道150キロとか100キロぐらいのツーリングだったら、まあ結構、まあ、遠目道を越えたりなんか、はいはいはい、まあそんなにあのゴリゴリに攻めたりはしてないんですけど、まあ、気持ちよく、そうですね、はい、流せる。でも1日100キロ150キロというと結構な長時間乗ってることもありますね。お尻が痛くなりますね。あ、ちょくちょく効きますね。ちょっとシート硬いというか薄いというか。そうですね、ホーネット600のものにポン付けできるんで、はい、そうすればお尻は痛くなくなるんですけど。ホーネット600用は違うんですか？600用はちょっと肉厚になってて、250より結構厚みがあるって聞いてるんで、はい、そうなんですね。ホーネットは発売時からアーノルド坊やくらい人気者でしたし、約11年間発売されていたので中古でも玉数は多いです。175台が見つかりました。価格は30万円を底値に、まあ、上は90万円までで、ボリュームゾーンは45万円くらいって感じでしょうか。まあ高いですが人気や性能を考えると妥当でしょうか。まあ、年式は250なんで不明表記の車体も多いんですけど、それでも規制前のモデルが半数くらいを占めているイメージです。お値段いくらで買われたんですか？で車体全部もろもろで50万。おお、もろもろで、はい、調べたのはネットとかで調べて、実際に店に行って購入しました、はい、ホーネットの持病としてはサーモスタットからの液漏れがよく効きますね。まあ、劣化もあるけど熱や振動でやられる感じかな。あとはセルモーターとかレギュレーターとかリレーなんかの電装系トラブルもよく見聞きしますね。あとはタイヤですかね。まあ、前後異形なんでセット売りっていうのもあまりないですし、リアタイヤの値段が高くなるのは覚悟完了しておきましょう。あとはリコールも少し、主に06年式が対象で、負圧コックとメーターギアボックスの、まあ、樹脂製ジョイントの対策品交換が報じられています。ホーネットはフレームを共通とする600モデル、そしてフラッグシップの900が存在します。まあ、これらは主に海外市場向けでしたね。ホーネットに400がないのは、まあ、海外も視野に入れていたのと、あと単純にスーフォーがあったからかなと思ってます。600と900は結構マニアックでして、まあ、コアなファンもいますね。ホーネットもビッグワンプロジェクトを下地にしているようですし、まあ、CBR 系のエンジンを積んだネイキッドとしてスーファーとはまた違ったスポーティーさが味わえるかと思います。まあ、近年だとインドホンダのホーネット 160R やホーネット 2.0 なんかもあります。今時っぽいデザインで空冷短気筒エンジンを搭載しています。まあ、これは名前は共通ですが別物って感じでしょうか。まあ、ともあれホーネットはその価値が下がることはまずないと思われますので、欲しい人は早めにゲットするのが良いかと思います。スーパーカブになります。詳しくは知らないんですけど、はい、ホワイトハウスというところの、僕見たの2代目です。カフェカブ以来こんなところにあったんだって、はい、しかも綺麗ですね、ここ外装も。まあそうですね、割と綺麗な方なんですけど、まあ、ちょいちょい細かく見ると傷だったり汚れだったりあるんですけど。これはじゃあご自分で買われたんですか？自分のおじから譲ってもらったもので、17年間雨ざらしになってたところをこれをじゃあレストアしようって感じで自分が。これ渋いっすよ。株好きな人はみんな知ってるかもしれないですけど、知らない人もねきっといると思うんですけどね、はいはいはい、本当貴重な外装のキットです、これ。